ペッパー本体の設定は管理メニューで行うことができます。管理メニューを表示するには左上のロゴを3秒以上タッチします。パスワード入力画面が表示されるので、お客様が設定したパスワードを入力すると管理メニュー画面が表示されます。お仕事選択では、あらかじめお仕事簡単生成で作成したお仕事リストが一覧で表示されます。お仕事リストの一覧はペッパーを再起動したり、管理メニュー画面を開いた際に最新の情報に更新されます。次に設定では、基本設定と郵便番号設定があります。基本情報で音量、画面の明るさ、バッテリー、ペッパーの OS である直樹のバージョンが確認できます。ネットワークの設定で Wi-Fi の設定を行うことができます。利用したいネットワーク名が表示されている場合は、それをタッチしてパスワードを入力してください。社内のインターネット環境によっては Mac アドレスなどの指定が必要になる場合がございますので、管理者にご確認ください。もし利用したいネットワーク名が表示されていない場合は、右側のボタンをタッチしてネットワークを追加してください。アップデートでは、アプリやソフトウェアのアップデートを行うことができます。アルデバランアカウントの変更もこちらで行うことができます。詳細設定では、ロボットの言語、タイムゾーン、ロボットのパスワードを変更することができます。郵便番号設定では、設置場所の郵便番号を入力します。ペッパーが天気や地域の会話をするときに位置情報を利用するため、郵便番号が必要になります。最後にヘルプでは、ペッパーの取り扱いに関して操作方法などを確認することができます。